乃木坂465期生写真集、あの頃、乃木坂にいた、マガジンハウスが、週間 0.5 万部を売り上げ、3/18、オリコン週間ブックランキングジャンル別、写真集で3位にランクイン。累計売上が 10.2 万部となり、10万部を突破した。本作は、2022年2月に、乃木坂46に加入した5期生11人の、伸びやかな個性と圧倒的ビジュアルを閉じ込めた、写真集。今この瞬間の、飾らないそのままの姿を撮り下ろした一冊は、少女から大人に変わるタイミングの無邪気さと、色感、多面的な魅力がたっぷり詰め込まれている。